すぐ変わったタビタマゴです。本日はシンガポール東のビーチから、カヤック釣りに来ています。ここで魚を釣って食べたいところなんですけれども、結局全然釣れなかったので、この後後半は魚料理屋さんに来てます。何これ、警察？そうそう、海の上に警察がたくさんいて、身分証というか職務室みたいなやつをカヤックの上で受けたよ。そんなんがぐるぐるしてるんだ。やっぱりインドネシアとかマレーシアとかから密入国のが多くて、で釣り人になりすまして入ってくるから、だから警察がいっぱいいるね。で、IC カード見せてくださいってよく言われる。なんか怖いね。まあまあ、でも別に普通にフレンドリーに入って IC 渡したらすぐ来れてたんですよね。で、これは釣れないからレストラン来たの？そうそう、もう口がシーフードの口になってたから、もうせっかくだからどっか行こうって言って、でこっちでこの子が頼んでんのはセミエビかな、セミエビのなんかアイタン春雨スープみたいな。取ってほしいな。何やってない？どんな味それ？なんかね、いや海鮮の出汁出てて、で春雨俺たち好きなんだけど、なんか優しい感じかな。セミエビがなんかあんま食べたことないとか言ってたから食べさせてみたら、セミエビ美味しいからね。セミエビって普通のエビとそんなに変わらないの？多分日本とかだとそれこそ伊勢エビのちょいなんか似てる、伊勢エビ似てるとかって言われるよね。あ、そうなんだ。春雨うまそうね。いやいいよ、だってもう6時間ぐらい釣りしてたからさ。でこれが、俺が頼んだ魚料理かな。なんかね、エビチリのソースみたいなのがかかってて、で魚は片栗粉で多分揚げられた淡水魚かな。うまいか。うまいのそれ。まあ、ぶっちゃけ俺あんまり好きじゃなかったね。淡水魚はやっぱちょっと臭いかな、やっぱり。こっちの人とかはすごく好きでこういうのよく出てくるんだけど、若干やっぱ俺抵抗があるかな。まあ、その匂いが当たり前なのかな、魚食べるときだよ。かもしんないね。単純にちょっと俺が苦手なだけかもしんないけど、あとね、骨がめちゃくちゃでかくて多い。そうなんだ。そうだから結局このソースをね、ご飯につけて、これ春巻きなんだけど、春巻き美味しかったかな。春巻きでご飯食べたりしてたよね。うわ、春巻きうまそうだねそれ。パリパリで美味しかった。なんか酢醤油とかからし醤油みたいなの欲しいけど、ここはねやっぱりなんかチリソースとかこういうのだったね。またなんかチリソースかけてね、なんでもチリソースだ。でこれね、ちまき、鶏肉の中華ちまきかな。こっちは一般的だね。普通のちまき、日本で馴染みのある。うん、そうだね。こっちだと本当に、日本の肉まんみたいな感じでいろんなところで売ってるんだけど、美味しいよ。中国の人が作るちまきってなんか甘かったりするけどね。だもしかしたらちょっと甘いかも。醤油がね、中国はダークソイソースってちょっと甘口の醤油使ってるのよ、トロトロの。それをちまきにも使うから、ちょっと甘いのかもね、それでね。甘じょっぱいみたいな感じ。そうだね。ちまきででも飯いけるよ。プラス炭水化物だ。そうそうそう、もう釣りで腹減ってるからさ。これなんだろう。あ、これ魚か。でもその揚げ魚もご飯に合いそうだけどな。まあ俺はもういいかなって感じかな。